吉田さん、吉田さんの会社員時代なんか目に浮かぶな、そんな気がしますね。まあそれがあって今があるみたいなことだと思いますけども、確かになかなか思うところがありますね。私ね、今日ね、公園に行ってきて、その大和くんね、ガーッと走るわけですよ。今日2度目の公園で突っ走りなんですけども、その姿を見ていてね、ね、こう感極まったことがあって、ちょっとねセンシティブになったんですよね。というのが、今私48じゃないですか。40歳の時は、それこそね、何もなかったわけですよ。そればかりか負債があったんですよね、かなり大きい。でこのまんまなんとなくごまかしごまかし生きていくんだろうな、まあそれもいいじゃないかと思ってたんですけども、まあそこからですね、借金ぶち返して納税をして、残ったお金で家を買って今の暮らしに入ったわけなんですよね。でまあ子供も生まれて結構お金かかったんですけど、今日ね、あの靴を履かして公園に放すと、ものすごくね、あの楽しそうに走るわけですよ。キャッキャ言いながらね、満面の笑みで。これが手に入ったのは奇跡だなと思いましたね。出産もね、やっぱ200万ぐらいかかったんですね。私あの特別なあの出産をしたんで。でしかも結構ね、病院からの呼び出しがちょくちょくあって、まあ通常勤務とかだったら絶対ダメですね。私はずっと暇だったからいつでも出れたんですけども、で今家のローンあるわけじゃないですしね。どちらかというと資金的には投資するお金があるぐらいなんで、いわゆる余剰資金がいくつもあるわけなんで、毎日ですよ、毎日家族と一緒にいて、同じようなことをねしてあげれるし、朝昼晩、まあ僕が大体家事とかね、食事とか洗濯とかするんですけども、それも全部こなして、時間も空いてね、ああ暮らし作ってるなって思うわけですよ。これでここまで、これでよかったなと思うんですよね。ただ一つ、お金を稼いだってことでこんなに色々と広がるもんなんだなと思いましたね。とてもじゃないけども、ちょっと月給取りとかではここまでいけなかったかなと思いますし、そもそも私を雇ってくれるところなんてずっとなかったわけですからね。まあ、派遣会社に30代の時に何社も面接に行って、一社も通らずに40になったわけですよ、ね。でもその派遣社員さんになった方は、私は羨望の眼差しだったわけですけども、それこそ私が大学出る時に新卒でアパレルに入った人は、もう私もう本当羨望の眼差しで見てましたけども、今はね羨ましくないですね。今は自分が一番羨ましい。いろんなところからそうやって不合格を突きつけられてやってきたのがこの隠居暮らしというね、だから世の中の見方と自分自身何が合ってるかっていうのはだいぶ乖離があるんじゃないかなっていうふうに、私の場合はねちょっとこう悟ったところがありますけどね。他者の評価確かに気になるんですけども、それだけじゃないなという気がしましたね。いや今頃どうしてですかね、その六本木ヒルズね。私の曲作ってくれた方もいましたね。六本木ヒルズに行って、どうしても夜明けが来るとかね。そっかそっか、懐かしい。いってらっしゃい。